クアンタムブレイクは、レメディエンターテインメントが開発し、マイクロソフトより2016年4月に発売された、x b o x One および、Windows 重要アクションアドベンチャーサードパーソン、シューティングゲーム。本作は、タイムマシンの開発実験の失敗によって時間が、崩壊した世界を修復するために奔走する、ジャック・ジョイスの戦いを描いた、サードパーソンシューティング形式の、 アクションアドベンチャーゲームである。主人公であるジャックは、時間を操る攻撃を多用する。例えば、タイムストップは、時間の流れを止める球体に敵を封じ込めそこに、銃弾を打ち込むと、時間が動き出した瞬間に、敵攻撃がまとめてくるというものである。レメディエンターテインメントのサムレイクは、ゲームスパークとのインタビューの中で、アランウェイク2のコンセプトを、 マイクロソフトに持参したところ、マイクロソフトから新規 IP を保持したいと持ちかけられたことが本作の開発のきっかけになったと述べている。なお、レイクはアランウェイクの続編を作りたいと述べつつも、ビジネス面についても考慮する必要があると述べており、インタビューが掲載された2017年5月27日の時点ではアランウェイクの続編の開発は行われておらず、 2017年4月に500号、ゲームズが販売契約を結んだプロジェクト7もアランウェイクとは無関係のプロジェクトである。タイムマシンの開発の失敗によって世界中の時間が粉々になる事態が発生する。ジャック・ジョイスは欠片を回収して時間を修復する戦いに奔走する。そんな中、 かつての友でモナークソリューションズというセキュリティ会社の代表を務めるポールセリーンがジャックの前に立ちはだかる。ありがとうございます。